私たちは地球レベルでさまざまな問題や課題に向き合い暮らしています。一人一人の意識と行動が新しい未来を作り、次の世代へつなげていくことが求められています。その鍵を握るのが持続可能な開発のための教育、 ESD です。2012年、持続可能な社会の担い手となる子どもたちに、生物多様性とナショナルトラストの大切さを伝えるために、このプロジェクトは始まりました。なぜ天神崎を守る活動を始めたのですか？こういうね、運動がナショナルトラスト運動と言います。このプロジェクトが大切にしたことは、子どもたちの多様な意見を引き出し、問題や課題を身近に感じ、行動を促すことです。その授業の特徴の一つが、オリジナル映像教材です。世界の環境に関わるさまざまな映像番組を提供するグリーン TV ジャパンと共同し、子どもたちが映像や体験を通して自然環境のさまざまな意義や課題を学ぶ効果的な授業です。映像は自治体や地域で活躍する NPO の方々にご協力いただくことで、地球レベルで起こっていることを身近な地域のこととして伝えてきました。いろんな他の生き物の力を借りないと生きられない生き物で、一緒に生きていかなきゃいけないものがいなくなったのか、いろんな理由があるんですけども、間違いなく住みにくくなったからです。イタセンパラっていうのを知らない方とかがまだいっぱいいるので、もう少し知名度を広めていって、そういう生き物がいるっていうのをみんなに知ってもらいたいです。この映像教材は同じ地域の学校でも活用してもらえるように、自治体を通じて全国で行ってきました。そこにはラムサール登録湿地に選ばれた酒田があります。以前の農業っていうのは人間だけのしか見てなかった農業なんですね。来るんだと思います。その一つのシンボルが時だったんですね。また外部の多様な専門家が関わり、子どもたちと一緒に自然や生物のつながりについて考えてきました。今日ね、皆さんがこの鎌倉の先人の人たちの思いを少し知る機会っていうのがあったかな。この ESD プロジェクトを始めて4年後、国連では持続可能な開発目標 SDGs が採択されました。人類共通の目標は、政府、自治体、企業、市民組織、そして私たち一人一人の行動にかかっています。2016年まで小中学生を対象にしてきましたが、 SDGs 達成に向け、今では高校生や教職員の皆様にも展開しています。地球全体のウェルビーイングが実現したときに、おそらく SDGs も達成するというようなことにつながっていくんだろうなっていうふうに。滋賀県の高校生を対象とした授業では、琵琶湖の周辺の森林を守る NPO の取り組みを、茨城県の高校生を対象とした授業では、岡山県西粟倉村の森林課題を通して SDGs の視点から考える地域づくりについて生徒たちと考えました。実際どんなことが起こっているのかっていうのは、実はあんまりよく知らないで、なおかつその森の木を使っている方っていうのは、この素材がなかったら家具や建築は作れるのかっていうのを一回考えてほしいんです。木の資源があるから何かができるっていうことが思いつくと思うんですよね。地域の血液になって、その地域を豊かにしていくっていうことが、資源を知ることから始めて今実感できるところまで来ました。2020年、新型コロナウイルス感染の世界的な流行により、教育現場における学習環境は大きく変化し、オンライン化も加速しました。これまでの ICT の発展と映像授業のノウハウを生かして、
NGO や企業の方など専門家をオンラインで招く特別授業にもチャレンジし、生徒たちの SDGs に対する意識が大きく向上しました。海を守るために世界で取り組まれていること、フランスでは年間約47億個のプラスチック。このように ESD プロジェクトは10年間全国の学校と連携し、 ICT や映像教材を駆使して多くの成果を残しています。学校でもこういった形のですね、プレゼン含めてぜひ参考にしていきたいと思います。最後にこのプロジェクトに参加した方々からのメッセージをお聞きください。札幌市では地元の高校生が参加し、北海道札幌に訪れた観光客の皆さんが観光中にできる SDGs アクションを高校生と一緒に一体となって旅行中にできる SDGs アクションを考えることができました。その成果は広く周知することができました。さまざまな主体が一体となって SDGs について考えるプログラムは非常に重要だと思っていますし、これからの社会を担う若い方々にとっても非常に重要な機会となっていると思います。私は高校3年生の時の地元北海道で行われた ESD プロジェクトに参加させていただきました。当時のイベントでは地元の担当者の方から観光客の状況だったりとか問題点などについて共有いただいた後、同世代の学生と一緒にその課題をどうやったら解決できるのかというところだったりとか、 SDGs の目標11番住み続けられるまちづくりを達成するためにはどのような施策が必要なのかというところを提言書としてまとめさせていただき、皆さん考えた、そんなイベントになっています。当時私は北海道札幌の女子高生、普通の子女子高生であったために、学校の外の方々と同じ学生と一緒に議論をするだったりとか話し合う機会がなかなかなかったんですけれども、今回のようなワークショップを通して同じ同世代の、しかも学校の違う方々と一緒に一つのテーマになって物事を考えるということで非常に深い学びをすることができました。でそこでの経験を生かし、私は同世代でも考えをまとめることができればアクションができるんだということをすごく感じた機会でしたので、大学3年間は同じく仲間を集めてアクションを起こしたりだとか、あとは SDGs 地方創生ユースアンバサダーだったりとか、環境パートナーシップオフィス等運営委員などを務めさせていただき、どうやったら若い人たちに向けて行動の種を巻き起こすことができるのかというところの普及活動だったりとかを行っております。私はこれから先もずっと誰一人取り残すことなく、すべての人が心地よく暮らせる社会を願っています。そのために私ができること、今の私ができることを一歩ずつ、小さなところ、身近なところから取り組むことによってそれを実現することができたらいいなと思っております。私たち三井住友信託銀行は持続可能な社会を目指し、これからも地域と共同した ESD プロジェクトを推進していきます。